皆さんこんにちは。親切をする人にもいろんな人がいます。お返しをしてもらうのが好きな人もいれば、感謝の言葉を受け取りたい人もいます。しかし本当の親切とは、そのような価値で測れるものではありません。真に善良な行為とは、当然の義務だと考えた上で行われるものです。孤独な人が寂しさを紛らわせるためにペットを飼うのはよくあることです。ある日、4匹の猫を飼っていた一人暮らしの老婆が駅からの道を歩いていました。ふと気づくと、いつの間にか小さな子猫が哀れな声でミャーミャーと鳴きながら後をついてきています。老婆は仕方なく子猫を家に連れて帰ることにしました。子猫はすくすくと育ちました。先住猫たちにあまり近づくことはありませんが、喧嘩することもありませんでした。ただ飼い主となった老婆にはすっかり懐き、家の中でついて回るほどでした。子猫はやがて成長し、立派な成猫になりました。長い毛は豊かで美しく、珍しい模様と色は眺め飽きることがないほどでした。老婆は集合住宅の1階に住んでいて、これは防寒上あまり良いことではありませんでした。ある夜、皆がすでに寝静まった時間、酒に酔った地元の不良グループが一人暮らしの老婆のアパートに侵入を試みました。貧しい老婆の家の玄関のドアを薄く、また鍵も単純な作りだったため、泥棒たちはやすやすと鍵をこじ開け、あっという間に中に侵入しました。しかしうまくいったのはここまでで、その後彼らは予想外の状況に陥ります。真っ暗闇の中、ゾッとするほど恐ろしい低いうなり声が聞こえてきたのです。その瞬間、泥棒の一人があっと声を上げて倒れました。上の方から何かが飛びかかってきたのです。そうです、これは老婆が拾ったあの猫で、見知らぬ侵入者に気づくとすぐに駆けつけ、飼い主と家を守るべく戦い始めたのです。その間に隣家で猫が激しく鳴く声やバタバタとした物音を聞きつけた近所の人が警察に通報し、泥棒団は無事全員逮捕されました。調書を作成した警察官たちは、この老婆の家の猫の行動があまりに普通の飼い猫らしくないと首をかしげ、猫の行動に詳しい動物学者に相談しました。専門家がこの猫を調べたところ、意外なことが明らかになりました。この猫は実際のところ普通の家猫ではなく、ロシア極東地域に生息する獰猛で危険な肉食獣マヌルネコであることが分かったのです。マヌルネコは自由を愛する野生動物です。自然環境で暮らす個体は人間との遭遇を避けるのが普通です。生まれた時から人間に飼われていた個体であっても、何かの弾みに飼い主や飼育員に危害を加えることも珍しくありません。長い紐と密で厚いアンダーコートを持つため、冬も極寒の野外での生活に耐え、逆に暖房の効いた室内での生活には向きません。小型の哺乳類を主な獲物とし、鳥類はあまり好みません。この老婆はいつもスープ、パンやハンバーグを食べさせていたらしく、この食事はマヌルネコの理想に近かったと言えます。思いがけず野生の肉食獣を飼うことになったこの老婆が、この先も幸せに暮らすことを願いましょう。しかし、このマヌルネコは生涯老婆への忠誠心を貫くのでしょうか。それともいつか野生の血を抑えきれなくなる日が来るのでしょうか。コメントにご意見をお書きください。さて、今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねを押してチャンネル登録をしてください。ではまたお会いしましょう。